皆さんこんにちは。日本をかっこよく結び大学でございます。今回も天野先生からカタカナについていろいろとお話を伺っていこうと思います。先生一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。第1回の時にはカタカムナとは何か、カタとは何か、カムとは何か、そしてナとは何かといったようなお話を先生から教わりました。そして2回目におきましては縄文文明と稲作ということで、稲作が実は万年の昔からもう日本にあったんだと、そして稲作に関するその育て方っていうものも、これも本当に大きな大変な工夫がその中にあった。そして食文化っていうもので、その食べるっていうことが、これがただひたすらいろんな食材を置いて贅沢三昧な食事をするということが、これが素晴らしいことではなくて、粗食であって構わない、一汁一菜というふうなものでも構わない、でもそれを上手にみんなと共に明るい笑顔で食べていく、そうすることによって、ただ食材によって体を作る、栄養を作るということだけではなくて、その時の空気のようなもの、空気感のようなものもやっぱり同じく等しく栄養になっていってるんだというふうなことを先生からいろいろと教えていただきました。まあ、この中身についてはまだまだもっともっとですね、深い部分があって、それらについてはまた別な機会に教わっていこうというふうに思うんですけれども、今回は日本人と鉄器文明ということでお話を伺っていこうと思うんですけども、はい、日本人と鉄といえば、やっぱり代表的なものが日本刀。この日本刀っていうのは、現代の世界中の鉄鋼メーカーが日本刀よりも優れたアーミーナイフを作ろうと思っても、いまだに作ることができない。アーミーナイフとして日本刀ほど実は完成されたものはないというふうな話をよく聞いたりします。つまり何百年単位で製鉄業っていうものを行っていながら、日本刀よりも優れた刀を作ることができないということは、逆に言えば日本刀がそれだけ古い時代からずっと培われてきた伝統的な技術の蓄積によって、もう非常に完成度の高いものが作られていたんだということになってくるわけなんですけども、この日本刀、これもいわゆる近代刀、明治以降に作られた刀、あるいは江戸時代に作られた刀よりも、実は奈良平安の昔に作られていた刀の方がはるかに性能がいい。なんと鉄の日本刀が鉄の兜を一刀両断でスッと切ることができるだそうです。これ本当に切れるんだそうです。でこれはなぜ切れるかというと、鉄兜って硬い鉄でできてる。硬い鉄に対して硬い鉄でドンってやったら、硬いものと硬いものだからぶつかってしまう。そうではなくて、日本刀っていうのは微妙な柔らかさを持っている。その柔らかさを持ってスルッといくから、なんと硬い鉄の兜がスッと真っ二つに切られてしまうんだというふうな話を聞いたことがあります。それらの技術の蓄積というものが1000年前の奈良平安の昔にすでにあったということは、実は日本人と鉄、この関係というのはそれよりもずっとずっと古い時代からずっと蓄積されていたのではないかというふうなことが、これ当然に考えうることになってくるわけです。そしてこの鉄を考えていったときに、どうも我が国では青銅器よりも前から鉄器が使われていたんじゃないかということが、これカタカムナを学んでいくと分かるということなんですけども、先生そこら辺、そうですね、実際どういうふうに、多分あのカタカムナの方で製鉄というものを書かれているのは、いわゆる天然の鉄を利用して、はい、噴火とかによっていっぱい鉄が出てくるわけですよね、はい、それをあの利用して、それを固めながら、はい、そこを精錬していく精製法っていうのが、はい、特殊な技術で万年の単位でね、蓄積されて、そして鉄っていうものが決してその武器としてではなく、はい、その鉄っていうものがいろんな道具として、はい、草を簡単に切れるとかね、うん、道具として使われていた長い歴史があって、はい、その後で戦いがやってきて、その時に鉄器が非常に役に立ったという順番で、もともと鉄器はあったんだけれども、殺戮のための鉄器ではなかった。そうですね、あの縄文時代を通じて、はい、縄文時代は1万4000年続くわけなんですけども、この縄文時代を通じて人が人を殺すという文明をそもそも持っていなかった、はい、でその時期に鉄器があったとするならば、はい、鉄器をこれを武器として用いるんではなくて、むしろ農機具のようなものとして用いていた。そうですね、はい、それから夜間もいわゆる茶釜ですよね、的なものとかも作ってたり、それから自分の我が身を映すという点では鏡、はい、だからかなり艶やかな透明度の高い鉄、純度の高い鉄っていうのを作る技術があったみたいですね、はいはい、うん、実際ね、あのたたら製鉄なんていうのは、はい、一体いつの時代から始まったか全くわからない、
逆に言えば全くわからないぐらい古い時代からタタラ製鉄、まあ、カタカムナには書かれてますから、カタカムナの時代にあったと思います。そのカタカムナの時代っていうのは大体どのぐらいの昔、大体12,000年から17,000年ぐらいと言われてますけれども、はい、それは人間が歴史を持ってからの時代なので、はい、多分その生まれて肉体をがしっかりしてきて、はい、行動を開始するまでの期間を入れたら、おそらく、はい、数十万どころか数百万ぐらいいくかもわからないですね。恩師年だけがこの世の中に現れて村社会を守るようになるまでの期間がね。ということはもしかしたら猿人と呼ばれていた時代から、猿人にはカタカムナ降りてきてないと思いますね。旧人類、旧人類ですね。旧人類の中、いわゆるその木から生まれた、植物から生まれて動物となっていったあたりの時代から、はいはい、それぐらい古い時代から、まあ、実際の縄文時代の遺跡の中から先ほどおっしゃられたその土瓶のようなもの、はい、これ実際発掘されてますもんね、はいはい、楢崎先生もそのお茶の一服をね、はい、老人の老って書いた老教の方からお茶の一服を出されて、そのお茶を立てる時にね、はい、4、5枚の葉っぱをにちょっと火をつけて、はい、それで沸騰するほというほど純度の高い鉄を目の当たりに見てらっしゃるんですね。で物理学者の方ですから、はい、それがすごく感動して、それびっくりしますよね、うん、はい、でそれをぜひね分けてほしいって言われたら、うん、いやこれは家宝だから分けられないけれども、はい、これは実はあなたの国から来たもんなんですよと、日本から中国の満州で鉄工業されてた時ですね。楢崎先生が満州においでになった時に、はい、満州にいた現地の道教のお坊さんがお茶を入れてくださった、はいはい、とってもその素晴らしい茶器でお茶を入れてくださって、いやもうこれ素晴らしいからもう譲ってくださいと言ったところ、いやいや何をおっしゃる、これはあなたの国のものですよと、ご話になって、日本製だったのってびっくりしたっていう。そうそうそう、自分が今製鉄に一生懸命苦労してるのにね元の日本になって帰りにこんなのがあったのかっていうので、それと同じところの鉄を作るのにご尽力されましたけど、生涯の中で同じ純度の鉄には行き渡らなかった、はい、熱伝導がすごくいいんですよね。だから 5、6 枚の葉っぱでこんな鍋の湯がね沸騰したって、はい、で非常に透明度の高い鉄だったので、大英博物館の中には一時展示されてて、ドイツ人の学生がこの文章を残しているのがあるみたいですけれども、はい、太陽が当たると反射するのではなくって向こうに透けて模様が壁に映るというほど純度が高かったです。それなんかニュースになったことありましたね、なんかね。そうですね、戦前ってぐらいですもんね、はい、と同じようにこう身を映す、はい、自分自身の心を映す、自分自身の在り方を映す鏡とか、はい、そういうのはすごい鉄器が発展しましたね。銅ではないです最初はね。その鉄に関して、はい、カタカムナの中ではカムヒルメという言葉が、カムヒルメっていうのは製鉄方法を説明した8つの歌ですね。それはどのようなものなんでしょう。それは天然自然でこう噴火とかによって鉄の混ざった成分っていうのがこう降ってくるわけですよね、火山の噴火によって、はいはい、土の中に混ざってるわけです、うんうん、その中からどうして鉄をいいように生成して人間が使うように持っていくのかっていう、あの技術の方法がその8個の歌の中に含まれてます。はー、こうして作るといい鉄が出来上がりますよっていう。よくあの日本刀なんかでは玉鋼と呼ばれる、はい、もうたくさんの鉄を取った中で、はいはい、ほんの少量しか取ることができない、はい、すごい純度の高い鉄っていうものを使ってもともとは日本刀なんかを作っていたんだというような話がありますけれども、はい、その玉鋼よりもさらにもっと純度が高い、多分それよりも純度が高かったから透明に近かったんでしょうね。鉄が透明になるってなんかちょっと想像するだけでもすごいですよね。事実鏡としても使われてたわけですし、はい、今みたいになんか鈴かなんか乗って銀色にしたやつじゃなくって、はい、作ったそのものが鏡として使われてたわけですから、かなりツヤツヤした光るような反射するようなものであったことは確かですね。実際ね、本当にこう光るものっていうものが美しいと考えるこの感性っていうのは現代人も縄文時代の人たちもあるいはもっと古い人たちも多分変わりがないんじゃないかと思うんですよね。多分それは絶対に変わらないと思う。変わらないですよね、はい、今発掘される例えば貝でできたアームリングとか、はい、それからブレスのようなものがこう縄文時代の遺跡から出るんですけれども、はい、これらも今発掘されたものを見るともう何千年も経ってるからもういい加減もう表面なんかザラザラになっちゃってて
何の光沢もない、ただ形が残ってるだけということになるんですけども、材料が貝だった。で実際今現代に全く同じものを貝殻を使って作ってみると本当に光り輝く美しいものが出来上がったりする。同じように光るものとしてそれらを道具として用いていたというのは、これはもう十分にあり得ることなのかな。あり得ることですね、はい、で片仮名に書かれていることもそんなもの嘘だろうと、もうだいたい鉄器が日本に伝わったのはやっぱり4世紀5世紀の話なんだから、そんな古い昔にあったわけないじゃないかってずっと言われ続けていたんです。ずっと言われ続けていたんですけども、最近になってなんと3000年前に作られた鉄でできた道具、もう本当に真っ赤に錆びたものでしかないんですけども、これが現に発掘されちゃった。3000年前には間違いなく鉄器があったってことも、すでに今明らかになってるわけです。でもしかすると本当に天野先生がおっしゃるように片仮名に書かれている通りに何万年という単位の昔に鉄が作られていたという可能性は、これまた十分にある。あとは遺跡の発掘を待つばかりということですよね。遺跡の発掘がだんだん証明していくと思います、はい、この40年間私がこの片仮名に触れてから、物理学そのものがね、やっぱりだんだん片仮名に近づいていってますから、の理論に。で元々はだから天然にある材料の中から鉄を見分けて取り出す方法とかね、はい、それを精選していくため の、はい、あの温度のかけ方とかね、火山で流れ落ちてくる溶岩なんかも使ってたみたいなんですよね。でそれからこう純度が高まってきた中でもう一度火を入れて何回も焼き直すことによって、たらりたらりと落ちるね、流れ落ちるものを貯めることによって硫酸化を止める技術という、そういうものも書かれてます。それが錆になる元ですよね。なんか日本刀って古いの出てきても錆びてないじゃないですか、はい、うん、土の中に埋まってる普通の日常食器とかいうのは錆びてるじゃないですか、はい、なんかそういう点では本当に純度の高いものっていうものは、いわゆる宝物としてね、紙 を思い出す道具としてね、多分使われてて、で日常食器のようなものはその残ったクズによって作られてたのではないかというふうに思いますけどね。雨の村雲の続き、大和のオロチの尻尾から出てきたよね、はいはい、江戸時代に飛鳥神宮に保管されてるわけなんですけども、飛鳥神宮が火災になった時があって、はい、この時に神官の方がそれを、まあ、あの保護して外に持ち出したらしいんですよね、はい、でこの時にこっそり中見ちゃったっていうことがあったんだそうなんです、はいはい、でやっぱりこれはもう本来人間が見ちゃいけないものなんで、見た神官の方々みんなお亡くなりになってしまったらしいんですけれども、ただその時の記録が残っていて、で蓋を開けて中を見てみたら青白く光っていた、うん、剣が、うん、って書いてあるんですね。で青銅器であればもう緑色に錆びて、はい、緑青が入ってね、だから本当に緑色のなんだかクズなんだかなんか分からないようなものにしか見えない、はいはい、で青白くっていうその表現っていうのはもう鉄の刀としか言いようがないんですよね。僕自身が直接雨の村雲の剣を見たわけではないので、また写真に収まっているものもありませんけれども、ただ記録を見る限り青白かった、つまり鉄であった、しかも錆びていない、何百年何千年とずっと神社の中に保管されているだけ、誰がどう考えたってもう真っ赤に錆びて原型をたどることも難しいだろうと思われるようなものがちゃんと美しい形を保っていてっていう。そうですね、はい、それだけ純度が高かったんですね。純度が高いってことですよね、はいはい、純度が少しでも混ざると酸素と化合して錆びていきますから、それだけの精錬を一体どのようにして行っていたのかって、これめちゃめちゃ興味津々なんですけど。そうですね、あの火山から吹き出した鉄の塊の中から純度の良さそうなものを集めてきて、はい、それを山から吹き下ろしてくる風を利用してね、山の斜面に設けた釜、いわゆる今でいう釜ですよね、はい、そこに集めてきて、そこで再加熱して、はい、そこからこうポタポタと落ちる、たたら製法になっていく言葉なんですけど、たらりたらりと落ちるって書いてあるんですけど、たらりたらりだからたたらという言葉になっていた。そう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 、はあはあはあ、たらりたらりと落ちてくるその雫を集めて、はいはい、またさらにそれから同じことの精錬を繰り返していく、ある時にどんどん純粋な鉄になっていくというふうに書かれていますね。それはね、自然鉄鉱石の中で、はい、それともう一つはできたものを叩く、叩く叩き方っていうのはこれも秘伝のようにこう伝わってるわけですけれども、その叩けば叩くほどそれにこの柔らかさが出てくるというふうに書かれてますね。あの叩くのもね、力任せにこうカン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 叩いたらそうそうそう、いい体が出来上がるとかいい鉄が出来上がるわけじゃ
ないんだそうですよね。そうですそうです。そんな力入れないでね、コン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 やっていく。これはだから先だってね、北辰一刀流の椎名先生のところでもお話を伺ったんですけども、トンカチ持って長い釘を打とうとする、ね、その時に力入れてガカンカンカンってやったら釘が曲がっちゃって曲がりますよね。もう本当にこう軽い力でトン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 ってやっていくと釘がスースースースッと入っていくっていう。だから叩き方一つ取ってみても、やっぱりそこには長い歳月の中で工夫された知恵がある。そうですね、はい、いわゆる匠の知恵っていうものがずっと伝承され続けた国、はい、っていうのはこれ珍しい国だと思うんですよね。ですよね、でその知恵が片仮名の中にカムヒルメとして書かれている、はい、そうです。これはまたすっとちょっとその中がどういうふうに書かれているのかって興味ありませんね。ぜひ教えていただきたいところなんですけども、そこら辺の詳しいことはこの動画ではなくて先生のところでしっかりと教えていただくということになるんじゃないかなというふうに思います。いやもうなんだかもっともっと僕カタカムナのこと知りたくなりました。あの深いですよね、はい、どこまで行っても ね、 ね、こんなことがなんか疑問やなと思ってもそこを読んだら全て解決方法がある。そしてしかもここに書ききれてないこと、カタカムナの中に書ききれてないことで、はい、もし障害に突き当たったら、それを教えてくれるのは天然自然であって人間の知恵ではないって書かれてるんですね、はい、で天然自然をよく観察すると必ずその中に答えがある。先生にね、はい、一つお伺いしようと思うんですけども、はい、先生もともと実業界においでになったわけじゃないですか、はいはいはい、でご商売やってらっしゃって、はい、カタカムナと出会うのはその後。そうですね、だから途中ですね一番忙しい頃の年代の様子が40歳くらいですね。あのカタカムナと出会う前と、はい、出会ってから後のご商売のあり方というか、はい、先生ご自身がこうそこから急激に社業が発展していくという。そうですね、奇跡的なことがいくつかありましたね、はい、その奇跡的なこう発展が起こっていくという時にやっぱりそのカタカムナの知恵っていうものが、それがね分からないですけど直感としてくるんでね。直感できちゃう、はい、直感としてきてそれに乗ったらうまくいったみたいな自分の力ではないっていう感じをよく受けますよね。今日はこの道をまっすぐ行こうと、まっすぐ行って目的地まで行こうと思っていたんだけども、うん、なんとなくちょっとこの道曲がってみようか、みたいな。もっと極端なんですよ。ある時にちょっとちっちゃい不動産が欲しいなって、その時の経済力だったらね、うんうんうん、なんかこれからラーメン屋が流行るところみたいな時期ですよね、うんうん、はい、その建物欲しいなと思ってただけは1週間ぐらい思ってたんですよ、うん、はい、でそのある時ね朝起きたら25っていう数字が出てきたんですね。25、うん、はい、何だろう25って言って、あ今物件探してるし25号線走っていったらいいのかなと思って25号線、24、5、6ってあるんですけど、はい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 、で25号線走っていったんですよ、はい、ずっと走っていくとね角にすごい目立ったお家があって、うん、でそこのところを通り過ぎようとした時にこれいいなと思いながら通り過ぎたんですよ、うん、でも別に普通の家ですからね、はいはいはい、売りに出てるわけでも何でもなくって、普通の家ですから飛び込んでいって買いますよわけにもいかないしねえらいことになるからでヒューと言ってね、でもう帰るっていう、はい、もうこれで終わりみたいなね、こう直感が来たんで、はい、何やってんやろ今日はと思いながらずっと帰ってきたんですね、うん、ちょうど帰ってきてその建物のところはこの部屋だなと思ってパッと見たら、はい、そこに売り家っていう看板が上げてる最中だったんです。はい、で上げてその人たちが一生懸命上げてこう釘で打とうとしてる時に、ね、その家売りに出てるんですが今日から売り出しに出るんですって言って、うん、でもうすぐお客さん来はりますからねってもう買い手ほぼ決まってるんですけど一応看板上げとかんとあかんからと思ってあげてるんですって言うけど、うん、それ私が買おうと思ったらどうしたら買えますって言ったら、うん、午前中にその人が来るまでに手付金入れてくれたら買えますよって言うから、はい、でそれ買ったことがあるそんな感じで具体的にね、はい、ひょこひょこっと来るんですよはそういうのがね増えましたね。カタカムナを勉強してさらにいわゆるカムはかりのようなそう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 いう感じなんですかね。で25っての最初は何の25やろうと思ってあ、はい、道路の名前やっていうふうに次は分かってそうまた運転してましたから自分でひょっと走っていったんですけどね。でそこの通り過ぎてから10分ぐらい行ったらねもう帰れっていうふうになったから、はい、帰ってる最中のその5分後でも3分後でもまだ看板上がってなかったと思うんですね。ですよね、はい、でおそらく30分後で行ったら他の人が買ってたと思うんですよね、うん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 、その時にちょうどその物件が手に入ったことがありましたね。そんな感じでねなんかわけわからんけど
なんかそういう直感くれとか言ってるわけじゃないんですよ。なんかこんなことが気になるなと思ってることが頭の隅にあって、で朝起きたらなんか違う合図が来た、これなんだろうと思って考えてみたら、自分の行動すべきことが分かる、行動すべきことが分かったらその通りに動くみたいな、そんな人生でした。まさに肩、目に見えるものと噛む、目に見えないもの、はい、でもう本当に生きてる人間にはこの目に見えるものしか分からないんだけれども、うん、目に見えない力、噛むっていうものが何らかの形でやっぱり働いてくる、そういうものに対してこう感覚が鋭敏になっていったんでしょうね。多分これを響かせることによってね、より直感力が増したのではないかと思います。これは皆さんもせっかくのもう日本に生まれて、ね、日本人として生きて日本語が分かるわけだから、もうぜひやっぱりこれ肩噛むな勉強したいですよね。はい、いやもう本当に今回もう3回にわたってもう先生からいろいろとお話伺っちゃいましたけども、いい勉強になりました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。日本をかっこよく結びの大学でございました。いや先生も今日本当に面白いお話っていうか、もうすごい勉強になりましたっていうか、めちゃめちゃ刺激になった。でも今日伺ったお話って本当の触りの、そうですね、深いですから、はい、深い分だけなかなか喋りきれない、文字にしきれないという部分はありますけれど、でそれをなんか教えていただける、 Zoom でこうその講座をいただいて、 Zoom で、ええ、あら、じゃあどこにいても、家にいても、はい、アクセスできます。詳しい内容は下の概要欄から URL でチェックいただければというふうに思います。今日はもう本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。勉強したい